はい、ここらの外神機の小野です。こんにちは <laughs> え。今日はですね、あの、今日お仕事行ってきたんですけれども、あの、午後の診療が始まる前に、あの、ちょっと患者さんが来るじ15分、20分ぐらい前にチャイムが鳴りましてえ、何かなって思ったら、そう、知らない方が立ってたんですけど、あの、<laughs> え話を聞くと、 えー、以前ネット通販の方でお買い物をいただいた方が来てくれていましたで、えーまあ、その方あのメールでやり取りしていた,んですいしていたので、まあ、内容を聞いたら「ああ」って思い出したんですけれども、まあ、ちょうどですねその、えー、一緒に働いている えー、スタッフの方が、えー、かなり腎臓が悪くてというご相談を頂い,いてましたで、えー、それだったらお塩と、まあ、一種の水ですね、あのー、おすすめしてあげてくださいねと、まあ、本人が飲むか、えー、どうするかはねちょっと本人次第なんですけどっていう話をしたんですけれども、まあ、本人も頑張ってね、えー、取るようにしたらしいんですよ。ただ初めの方はあのー、あまり塩が料理 ぐらいしかか取れなかったっていうことなんですが、まあ、最近、えー、10月からですよね、えー、はお塩 10g、えー、石の水にもう初めに溶かして、えー、それで水を飲んでいるということでした。 1> で1日1.5リットルから2リットル飲んでいるということでちょっとこう2リットルはねそのその人のその体型を見ると多いと思ったんでもう1.5リットルでいいですよとお伝えさせてもらいましたであのお塩は 10g ねあのずっと取ってるんですけど大丈夫ですかって言ったら「まあ大丈夫です」っていうことで、えー、まあその検診 あの病院に行かれて、まあ、担当の先生からあの言われたのが、まあ、塩をね 10g 石の水も取り始めてそれから検査を行ったんですが言われたのがあの腎臓の数値が良くなっているということで何をしたんですかって聞かれたらしいんですよ。で あのお医者さんをびっくりしたみたみいなんですよねなんであの腎臓が改善してるんだろうみたいな感じでねあの急にねよくなってるんで何かしたんですかって必ずこれはねまあ、皆さんも聞かれると思うんですけれどもまあ、ただその方はまあ、ややこしくならないようにお塩を食べてると言わなかったらしいんですよね。はいであのすごく興味深いなと思ったのがまああの お塩を、ね、毎日 10g 取っているのにもかかわらず、まあ、あのお塩ちょっとあの多めに取ってくださいねって言われたらしいですね。 あのというのもそのナトリウムがちょっと不足しているのでって言われたらしいんですよ、まあ、塩が不足してますよと言われたんですねなんかその人もびっくりして,て私に教えてくれたんですけど、ね、これ聞いて皆さんどう思いますか、まあ、腎臓が弱いからそのあのミネラルバランスが、ね、崩れているっていうあの見方もできるんですけれども、まあ、もしくはあの女性ってね甘いものとか、まあ、男性もそうですねあの甘いものとか果物ねあの食べすぎる とあのやっぱり血中ってナトリウムとカリウムってすごく仲良しさんなんですね。だからどっちがが不足するとどっちが増えたりとかどあのそういうなんか拮抗するんですよ。なのであのナトリウムが あの、低くなる原因としては、そのカリウムの,あの過剰摂取も考えられるんですけれども、まあ甘いものだったりとか果物でカリウムたくさん取りすぎると、やっぱりそういうことにも繋がってくるんですね。で、まあただ多分その人水結構多く取 いるかなと思ったのでまあ、ちょっとあの血液もね薄まってるのかなっていうふうに私はちょっと思ったんですけども、まあ、これから1.5リットルと、えー、ってくださいねって言ったんでまあ水分の過剰摂取は大丈夫かなと思うんですけれどもまあそれでもやっぱりちょっとっていうことはちょっと腎臓からくるホルモンバランスだったりとか、えー、その加減ももしかしたらあるかもしれないということなのでまあちょっとあの、まあ、引き続きね えー、継続、塩と石の水は継続でね、えー、していただいたらいいと思うんですけれども、まあ、あのー、担当医の先生にはね、あの、塩を食べているということを内緒にしてね、だって毎日 10g 食べてるって言ったらびっくりされると思うので、まあ、今日本ではね、1日 6g にね、減塩と言われているので、まあ、その減塩っていうお塩の、そのあれも塩化ナトリウムは減塩しましょうっていうことなんですが、まあ、ただ私たちの血液と同じ成分ですよね、同じ成分の ミネルがいいいっぱいあの含まれているあのお塩っていうのは私も食べている,食べているこれなんですけどこのお塩はですねやっぱりあの取っておいた方が元気になるんですよねまあ元気になるというか、まあ、元気になっている人が多いのと私もすごく元気なんですねまあだからこれはあの絶対こうなるって言ってるわけじゃなくってまあ実体験としてお話をしているっていう風に捉えていただいたらありがたいなと思いますであのまたね あの、興味深いんですけれども、あの、病院ではね、病院とか、その、まあ、テレビ見てたら、絶対、あの、まあ、栄養士さんからもね、言われると思うんですけど、減塩減塩ってめっちゃ言われるじゃないですか。でも、病院の医療現場では、あの、お塩を体に入れてるんですけど、それ皆さん、あの、気づかれてましたかね。 あのすごく興味これもまた興味深いんですけれどもあの皆さんねその体調を崩した時とか、まあ、高熱出て熱が下がらない時とかあの私も過去そうだったんですけどあの点滴打ったことないですか まあ今までね健康で生きてきたよっていう人は点滴打ったことないかもしれないんですけどもまあ手術した後とか入院した時とかあの点滴あの絶対こうつながられると思うんですよねうんで私も点滴を受けたことあるんですけどその点滴の成分皆さん知ってますかはいこの点滴の成分って私たちの血液の成分とあの同じような形にしてあるんですよ。 なので、塩化ナトリウムももちろん入ってます。なので、その塩、塩の成分ですよね。もう入っているっていうことなんです。ただ、その、えー、一般的に言われる塩。まあ、スーパーでも売られている、あの、塩化ナトリウムだけのお塩です。生鮮塩と言われるんですけれども、底に言うね、えー。その塩だけを、じゃあ、いっぱい食べたらバランス崩すんです。で、天敵も塩が入ってるんだけれども、あのー、 ミネラル成分が血液と同じ成分でバランスの良いその塩化ナトリウムもバランスよく入っているので体の中に入れても乱れないということなんですね逆に元気になってくるということなんですよ。あの私もその私も体調崩してあ,のあれ何だったかななんかね腎臓の検査した時に体調崩したんですよ <laughs> で, <laughs> でちょっと横になって。 あの点滴を打ってもらってで元気に復活して帰ったっていうあのことがあったんですけれどもあの本当に元気になりましたよね点滴打ってもらうと。なのでそれとじゃあ,あの皆さんねこの私と一緒に食べてるこのお塩って同じなんですよ。血液と同じバランスの点滴のせ点滴の成分と似たようなもう ほぼほぼ同じような形で、えー、ミネラルバランスが作られているものなのでとっていただいても毎、まあ、日1 0ムとってもらっても、まあ、そんなあのおかしなことにはな,らなりにくいと言われているんですね。まあ、言われているというかなりにくいんですよね。はい、ただ塩化ナトリウムだけの,あのちょっと間違っちゃったお塩を食べちゃうとあのやっぱり血圧バーンって上がったりとかします。 えー、ただしですねこのお塩も塩化ナトリウムも入っていますのであのいきなりあのドカンと入れてしまうとこう波が入ってきてしまって調整するまで波が出ちゃうんですよね。体がびっくりしちゃって はい、防御反応って私はちょっと体の中にありますのでそれが働いちゃった時には結構血圧もバーンって上がったりとか、えー、逆にこうお腹が張ったりとか、えー、しますのでそういう時はちょっと量を 減らしてていいただいてそれこそ,そのまあ、ね、日本で言われてる6ムぐらいにしていただいたらいいかなと思います。はいだたいねあの6割以上が調味料からね私たち塩をとっているということなんで、まあ、その調味料をこのミネラルバーンーフラね塩にしていただくだけでも全然違ってきますのでやっぱりその生成塩と。 あの全然違ったものになりますので積極的にこのねミネラル成分血液と同じ成分のね、えー、に近いあのお塩は、えー、積極的にとっていただいても問題ないかなと思います。で、えー、そのお塩を積極的にね、えー、取られた方がですね、えー、腎臓の数値が良くなったという報告がまた今回頂きましたので、まあ、これから取る方、ね、今予約して発送待ちですよという方もいらっしゃると思うんですけれども初、まあ、めはねちょっと ちょっとずつあのー、増やしていく形を、えー、おすすめするんですけれどもまあ初めやっぱり怖いっていうのもあると思うので少しずつ総量少量からですね始めていただいてで最終的にはまあ 10g ぐらい、えー、取れたらいいんじゃないかなと思います、えー、それはですね皆さんそれぞれ体の状態とかね腎臓の状態とか違いますので一、まあ、回取ってみて、えー、ちょっとなんかおかしいなと思ったらちょっと量を減らしてみたりとか様子を見ながら計、えー 続ししてていいいいただければ嬉しいかなと思いま,すまあやっぱりその人それぞれね状態が全然違いますのでこの人には良かったけどこの人にはちょっとっていうこともまあもしかしたらあるかもしれませんただしお塩と石の水に関してはあの合う合わないっていうのはあのほぼほぼありませんのでないと言っていいと思います。なぜなぜらまあお水も、まあ あの水ですから体液と同じ水ミネラルが出てる水ですしお塩もまあ血液と同じ成分に似てる、えー、ミネラルバランスの整っているお塩になっておりますので、まあ、それをねあの取ったからといって体調不良になるっていうことはもうそうそうありませんので、まあ、ありえるとしたらちょっと肯定反応的なものだと思いますのでちょっと様子を見ていただいたらいいかなと思います。はいということでえまあそのね今日来てくださった方は はまあ普段ねその予約制なんで、あのー、たまたま私今日いたので良かったんですけどまああのお塩とオイルですねあの買って帰りたいということだったんでまあ、たまたまあったんでお渡しもできたんですがえ普段ははそういういいい販売もやっていません、はい、あの患者さんだけで患者さんも予約していただいて「あのお塩今度欲しいです」って言っていただいて。で あの新旧の方に持っていくっていうことをしているのであのいきなり来て、えー、と販売っていうのはあの今回たまたま良かった。 たんでラッキーだったんですけれども私が不在ということもありますので、えー、その辺はちょっとメールでご連絡いただくかただメールでご連絡いただいても取りに来るっていうのはあの基本的にはお断りしておりますのでまあ,あのメールで発送するっていう形を、えー、どうぞよろしく <laughs> お願いいたしますまあ今回はねマルくんも欲しかったみたいなんですがまるくんちょっと今在庫切れ中なのでまあ今週中、えー、木曜金曜日以降入ってきたらまあ、メールオーダー順で予約順で発送していきますので楽しみに していていいくださいあとはあのケトルの石もですねおすすめしましてケトルの石はこんな感じでお渡ししております。 はいこれね黒の石のちょっと大きめのやつを、えー、4つぐらいね入れてるんですけどもこれをあのケトル、えー、電気ケトルとか、えー、ポット、えー、もしくは、えー、小鍋に入れてで作る量は200ミリから500ミリぐらいですね一回沸騰してもらうでそしたら結構ね濃縮がね濃縮のタイプのミネラル水ができるから余計いいなということで、えー、おすすめをしています。でで実際もうそれでねあの味噌汁とかあの とかねあのー、コーヒー紅茶ねお茶とか、えー、おさゆとかねあの特にお茶っ葉の成分もグッと引き出されるみたいで、えー、すごいまろやか美味しいという声がたくさん頂い,いております。でこのケトルの石を、えー、使ってお湯を飲んで腎臓のね、えー、数字も結構改善しましたという声もいただいたので、えー、ケトルのねあのこちらは結構すぐ お渡しできるので、昨日とかは結構その腎臓が悪い人か連絡いただいて、その浄水器待ってるとちょっと時間かかるんで、もうあの先にこっち送りますっていうね、連絡もさせていただきました。なので、まあその時その時でご相談いただければ、在庫があればすぐ送りしますので、あの、ちょっと一言書いていただければと思います。ただその概要欄に なのネット通販の時概要欄に書いていただいてもちょっとそれ見れないんですよ。発想の時に気づくみたいな感じなんでできればそこに書くのはその日時して。えー だけでお願いできればと思いますあとメールの方に書いてくださった方がいいかなと思いますでメールなんですが3日以内に返信してるんですがあの来ないよっていう方は私がちょっと出し忘れているかもしくはドコモとかあのソフトバンク au さんのそのエラーが出てしまって送れないという方も中にいらっしゃいましたんで、えー、ちょっとね G メール同士の方がいいかなと思いますあとはメール設定ちゃんとしていただければ届くと思います ますのでよろしくお願いいたします。はいでは今日もですねあのー、まあ、ちょっと嬉しい報告をいただきましたので皆さんのちょっとやる気アップとあと安心につながればいいなと思って、えー、シェアをさせていただきました。えー、今回ですね教えてくださったね今日来てくださった方えっ、ー、とありがとうございました。はいでは以上になります。ありがとうございました。